今回はオキシクリーンの在庫がなくなったので久しぶりにですねオキシクリーンを買いに行きました。コストコさんで売ってたこのパッケージですね。今までの、オキシクリーンのパッケージとはまた異なります。アメリカのよいしょやつか、アメリカのですねこう絵柄で説明というか 101通りの使い方をちょっとこれから考えなきゃいけないなというところですが、こういうふうにですね細かく説明が日本語で書かれているのでいろいろこれまでとはもっと細かい配分でですね、隅々まで掃除ができるんじゃないかなと思います。相当入ってますね。 5.26 キロということで、よいしょ、ここからちょっと開けてみます。この計量カップと、かなり入ってます。こぼれないようにしないとダメですね。これは段ボール素材なので。で早速今日からですねまたオキシクリーンを使ったお掃除を始めていきたいと思います。